デスクトップパソコンのことである。アップルでは従来、モトローラが開発したシスクプロセッサである68キロファミリーのプロセッサをマッキントッシュシリーズの MPU として搭載し、本機種の直前の世代ではマッキントッシュクワドラシリーズをはじめ68,040プロセッサ搭載機種が展開されていたが、本機種と同時開発のパワー、 マッキントッシュ7100パワーマッキントッシュ8100の3機種以降 IBM が開発したパワーアーキテクチャを基本に Apple IBM Motorola の3社の技術提携によって開発されたパワー PC プロセッサを MPU として搭載するように変更された。本機種はパワーマッキントッシュシリーズ初代機3機種の中でも ローエンドのエントリーモデルに位置付けられ、マッキントッシュセントリス610と同じ、ピザボックスタイプのロープロファイル筐体を継承している。シスクからリスクへの MPU のアーキテクチャ移行にあたり、既存機種ユーザーの乗り換えに最大限配慮して、ハードウェアが設計された。また、本機種をはじめとするパワーマッキントッシュ3機種では、 既存ソフトウェアの動作後完成確保にも注力され、M68000 ファミリーの命令セットを動的に、PowerPC の命令セットに変換するエミュレータが開発、搭載されている。アーキテクチャ的には、MPU メモリ周りを、MPU のフロントサイドバス直結の高速な、ローカルバスに接続し、スカジーやシリアル、LAN AD、ADB、 サウンドなど在来機種で搭載されていた部品がそのまま、当衆搭載された各種、i、o コントローラ類は、従来のマッキントッシュで用いられていた、ヌーベスなどの低速バスに接続、バスブリッジチップによって、ローカルバスと既存バスを変換接続することで一体のマシンとして機能させるという過渡的構成となっている。本機種の開発コード名は、ピルトダウンマン。 つまり人の頭蓋骨とラウタンの下顎骨を組み合わせてでっち上げられた偽の化石人類の名を与えられているが、それはこうしたアーキテクチャの特徴に由来する。メモリは既存機種で高価なメモリを増設していたユーザーの乗り換えに配慮し、マッキントッシュクワドラ、セントリスシリーズと共通の72ピンンが採用され、オンボード搭載の8メガバイトと新ソケット2本で、 交渉最大 72MB の搭載が可能となっている。対応 DRAM はファーストページモード DRAM と EdDRAM の2種である。なお、工述する AV カードあるいはビデオカードを 601PDS スロットに搭載しない場合はメインメモリから 640KB が画面表示用のビデオメモリに割り当てられ、その分 OS で利用可能なメモリ量が減少する。 汎用拡張スロットとしては、バスブリッジチップ経由で従来と同様にヌーベスをサポートし、これとは別に 601PDS と呼ばれる MPU 直結の専用ローカルバススロットを実装。これらは一本の物理的な拡張スロットをいずれか、一歩がハイタリをする。ヌーベスは、この時期ストレージ系、インターフェースカードを中心に、 すでに転送帯域性能の不足が露呈しつつあり、すでにインテルの提唱による PCI バスの規格化も行われていたが、本機種ではこれも高価な拡張カードを所有している既存ユーザーの乗り換えに配慮して、ヌーベスが継続採用された。一方、601PDS スロットは MPU のフロントサイドバス直結となるためヌーベスよりも、 大幅に高速なデータ転送が可能である。この 601PDS スロットは、Apple 純正オプションでは、本機種の AV モデルと呼ばれる、バリエーションモデルに、標準搭載された、コンポジット映像信号と S 端子、それに、ステレオ音声よりなる、AV 入出力端子を備え 2MB のブルームを搭載する、AV カードや、通常のビデオカード、それに、PC。 a t 互換機相当の機能を実装した DOS カードなどの搭載に利用された。なお本機種の MPU は動作クロック周波数 60MHz あるいは 66MHz と PowerPC の初号モデルである PowerPC601 の中でも上位に機種よりもローエンドのモデルがロジックボード自家付けで搭載され差別化が図られている。このため本機種では 容易に MPU 交換が行えず、性能向上には 601PDS スロット搭載型の、つまり本来の MPU の動作を止めて、ローカルバス経由で、フロントサイドバスを乗っ取って動作するタイプの、サードパーティー製、MPU アクセラレータを利用する必要があった。内蔵ハードディスクドライブよび CD r o m ドライブの、インターフェースは、スカジー -2 である。 パワーマッキントッシュシリーズ初代機3機種は、このうち上位のパワーマッキントッシュ7100.8100シリーズが PCI バスを搭載する、第2世代のパワーマッキントッシュ7500.8500シリーズにリプレースされて、生産終了となったが、大体機種のない本機種のみは 66MHz 版が1996年まで継続生産された。 以後のパワーマッキントッシュシリーズでは、薄型のピザボックス筐体は採用されなくなったため、本機種が、最後のピザボックス筐体マッキントッシュとなった。別名、パフォーマ 6110CD、パフォーマ 6112CD、パフォーマ 6115CD、パフォーマ 6116CD、パフォーマ 6117CD、パフォーマ 6118CD、 WG サーバー6150系、ありがとうございます。